マカオの賭博王赤い映画でマネーロンダリングの疑惑 WHO 新変異株で連想を避けるため C スキップ Google 翻訳エイズウイルスを中国共産党ウイルスに中国共産党反発中華圏のアカデミー賞で香港3作品受賞 マカオの賭博王アルヴィン・チャウが26日に突然中国共産党中共当局に逮捕されました浙江省温州市公安局はアルヴィン・チャウをはじめとする越境賭博犯罪集団が中国国内で賭博を設立した疑いがあるとの通達を出し温州市検察院がすでにチャウの逮捕を承認しました マカオ政府は11月27日の朝、警察がチャウの身柄を拘束し、11人の容疑者を逮捕したと発表しました。1974年にマカオで生まれたアルビィン・チャウは、2007年にサンシティグループを設立し、すぐにマカオの4つのトバグループのトップとなり、一時は45%の市場シェアを占めていました。 また中国で資産管理会社を設立し顧客の国境を越えた資金移動を支援したり地下銀行などの違法なルートを利用して賭博客の決済を手伝ったりしていました温州警察によると2020年7月の時点でアルヴィン・チャウをはじめとする越境賭博犯罪集団はすでに株主レベルの代理人が199人賭博代理人が1万2000人以上 中国国内だけで賭博に参加した会員が8万人以上となるまでに成長したといいます。国連薬物犯罪事務所東南アジア太平洋地域事務所のジェレミー・ダグラス代表はロイター通信に対しアルビン・チャウの逮捕は香港・マカオだけでなくカンボジア、ラオス、フィリピンの組織犯罪グループにも衝撃を与えることは間違いないだろうと告げています。 ダグラス代表によるとサンシティグループは長年にわたって麻薬密輸やマネーロンダリング活動に関わっていたといいますチャウの逮捕はインターネット上で話題を呼び赤い映画革命主義や英雄主義を唱える映画の制作を通じてマネーロンダリングを行い当局を怒らせたのではないかという憶測が流れました さらに不思議なのは逮捕前の8月31日にチャウがサン・インターナショナル・リソーセズ・リミテッドの株をすべて売却したことです今までアルヴィン・チャウは常に中国で寄付を行い官営メディアに褒め添やされ中共当局から報奨をもらっていましたまたマカオ特別行政区政府の文化産業委員会のメンバーや中共広東省政治協商委員会のメンバーなどにも任命されていました アルヴィン・チャウのサンシティグループは中国国内のボナフィルムグループやマウンテントップと何度も提携し、メコン大作戦、オペレーションレッドシーなどのいわゆる主戦立映画を数多く制作してきました。中共中央政法委員会の元初期で元公安部長の毛健中は自らメコン大作戦を支持したことがあります。中共公安部のウェブサイトは2016年11月2日、 中は北京で映画「メコン大作戦」の制作者らと座談会を行ったと報じました報道によるとこの座談会には先日共に調査を受けた当時の公安部副部長と公安部党委員フ・セイカと孫力軍も出席していましたエンターテインメント業界を通じたマネーロンダリングは周知の事実でありすでに産業チェーンを形成しています 最近中共を押しあがめるいわゆる愛国映画「超新庫」の主な制作者であるボナフィルムとアルヴィン・チャウの関連性が世間の関心を集めています近年中共がエンターテインメント業界に対する統制を強化していることからエンターテインメント業界のマネーロンダリングルートも必ず取り締まられると見られています外部からの分析によると資本の流出は現在習近平政権が最も注目していることであるため 今後中国ののやがが資本を移動させるることと難しくなると言いますす次のニュースです11月に南アフリカで発見された中共ウイルス COVID-19 の新しい変異株が現在イギリスドイツイタリアなどの国でも確認されており各国が警戒し制限措置や隔離命令を出しています 世界保健機関 WHO は11月26日ギリシャ文字の NU と XI をスキップして新しい変異株をオミクロンと命名しました WHO は今年5月31日イギリス南アフリカブラジルインドで初めて発見された中共ウイルスの変異株の名称をギリシャ文字のアルファベットを使ってアルファベータガンマデルタと命名することを発表しました WHO の公式サイトのデータによると今回南アフリカで発見された変異株はギリシャ文字のアルファベットで NU と名付けられるとのことでしたが NU もそれに続くギリシャ文字の XI も最終的には採用されませんでしたアメリカニューヨーク・ポスト紙は27日 WHO の広報担当者であるマーガレット・ハリス氏の話として NU を使用しないのは人々が新しい変異株と勘違いする可能性があるからだ そして次の XI この C という名前を使用しないのはよく見られる苗字だからだ私たちは名を汚すことを避けるため地名人名動物などと被らない命名規則に同意したと伝えました中共の習近平総書記の苗字は A 文字ピンインでは XIC と表記されます国際情勢リスクを分析するコンサルタント会社ユーラシアグループのイアン・ブレマー会長は Twitter で 中国を怒らせることになるため WHO は新ウイルスを C 変異株と命名できなかった WHO ならこれしかできないが本質的に醜いことに変わりはないと述べていますアメリカのテッド・クルーズ上院議員もツイッターで WHO が中国共産党をこのように恐れているなら中共が世界的災害を隠蔽しようとするとき WHO を信用して調査を任せることができるのかと批判しました 次のニュースですウイルスの問題では中共当局が先日 Google 翻訳が中国を侮辱したと名指しして大きな物議を醸しています中共共産主義青年団暗記賞委員会 CYL の公式ウェイボーは26日 Google 翻訳は出てきて説明しないのかとのコメントとともにスクリーンショットを載せましたそれにはエイズウイルスと英語入力すると中共ウイルスと訳されエイズ氏は中共氏 エイズ患者は毛沢東または中華人民共和国エイズ患者と似たような言葉を入力すると中共中央電子代や中央人民代表大会と訳されてしまいますネットユーザーは自分で試してみたら本当だったという人やまた中共はもともとエイズウイルスと何ら変わりない中国ウイルスは世界中に広がっているのに人々に言われるのを恐れているのかという声もありました 最後のニュースです香港のキウイ・チョウ監督によって制作された2019年に香港で起きた民主化運動を記録した映画「時代革命」が27日に開催された第58回台湾金馬賞で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞しました金馬賞は中華圏のアカデミー賞とも呼ばれる台湾の映画賞です 授賞式では、チ子氏の受賞スピーチが流され、両親と正義を持ち、香港のために涙を流した香港人に捧げると述べています。同氏はまた、今も香港に残っている人、自分を含め、刑務所や亡命先の海外にいる香港の人たちが、この映画を見る機会がなくても、この映画があることで慰めと抱擁を感じられるよう願っていると語りました。 香港の作家であるヤン・チュン・ゴー氏は昨日28日フェイスブックで時代革命が受賞した朗報は香港政治の殺伐とした雰囲気に爽やかな風が吹き抜けたようだと投稿しましたさらに式でゲストが結果を発表すると会場からは長い熱烈な拍手が沸き起こったがこれはこの作品への評価を認め香港人が民主を勝ち取ることを台湾人が支持していることを評していると示しました ヤン氏はかつて歴史ドキュメンタリーの最大の機能は、1つには真相を残し、2つには人の心を動かすことができることだと紹介した上で、今思い返せば私はさらに2つのポイントとして、3つには善悪を明らかにし、4つには価値を広めることができることを付け加えると述べました。 投稿の最後には、戦いの最前線で危険を恐れずに時代の映像を記録したインテリスタッフに心からの感謝の意を表し、すべての栄光は香港に、香港人に、この情熱と希望に満ちた時代に、と示しました。時代革命のほか香港映画、濁水漂流が、金馬賞で最多となる12部門でノミネートされ、最優秀脚色賞を受賞しました。 また香港の社会運動映画「カカ・ヒョウレイ」が最優秀監督賞を受賞しました台湾の蔡英文総統は昨日早朝にフェイスブックで感動的な夜をもたらしてくれた中華圏の世界で最も自由奔放な映画を見ることができたと全ての映画スタッフに感謝の意を表しましたまた受賞した香港映画3作品について香港に関心のある多くの台湾人の心を動かしたと書いています